ゼーブ・ウラディー・ミル・ジャボチンスキーは、シオニストの指導者で、修正主義シオニズムのエツェルを率いた。また、オデッサで、自衛組織を創設、指導者となった。作家、詩人、翻訳家でもあった。ジャボチンスキー家ゼーブ・ジャボチンスキーは、ロシア帝国領のオデッサで生まれた。彼は、ユダヤ人中流家庭で育ち、ロシアの学校教育を受けた。その頃に、ヘブライ語の教育も受けていた。 あとに、ジャボチンスキーは、彼の自助言に、彼はユダヤの信仰や伝統とは、かけ離れた環境でしつけられたと書いている。ジャボチンスキーは、高校を終える前にはすでに、ジャーナリストとしての才能の片鱗を見せ始めていた。彼が16歳の時の、初めての書き物は、オデッサの新聞に載った。彼は、高校卒業と同時に、ロシアの新聞社の記者として、スイスのベルン、また後に、 イタリアに送られた。彼は外国ではアルタレナの偽名を使って執筆を行っており、またローマラサピエンツァ大学で法律を学んだ。しかし彼が弁護士の資格を取ったのはロシアへ帰るのと同時期だった。彼のイタリアからの伝聞は彼にロシア語の話せる若いジャーナリストとして最も有望な人物としての信任を与え、後にロシア語、イディッシュ。 ヘブライ語での新聞の編集を任されることになる。彼は1907年の終わりにアンナ・マルコバ・ゲルペリンと結婚した。彼らには一人の子供、アリがおり、イルグンの影響下にアメリカで立ち上げられたバーグソングループに参加した。ヘルマン・エス・シャピロのキシャネバー・シェキタ・エレジン。中央に1903年4月のキシニョフ・虐ャが描かれている。 1903年のキシニョフでのポグロムの後、ジャボチンスキーはシオニズム運動に傾倒するようになる。そこで彼はすぐに、豪腕の演説家として、頭角を表し、影響力のある指導者となった。ポグロムのさらなる激化の様相が浮かび上がると、ジャボチンスキーは、ユダヤ人の義勇軍として、自衛組織を設立し、ロシア全体のユダヤコミュニティの防衛対策とした。ジャボチンスキーのこの行動は、 ロシアのユダヤ人たちの間に大きな論争を巻き起こすこととなる。この頃、彼は現代ヘブライ語を学ぶことを目標として掲げ、自分の名をウラジーミルからヘブライ語の税文に変えた。ポグロムの間、彼はロシア中のユダヤコミュニティで自衛部隊を組織し、ユダヤ人民衆の市民権のための闘争を行った。この年、ジャボチンスキーはスイスのバーゼルで行われた。 世界主オニスト機構の第6回会議にロシア帝国代表として参加した。1904年のテオドール・ヘルツルの死後、彼はウハシオニストの指導者的立場となっていった。1906年にヘルシンキで行われたロシア資本主義者ヘルシング保守会議で彼は筆頭演説者の一人としてヨーロッパのユダヤ人にジージェニワーツ・ハービットに携わることとロシアの少数派民族に 自治権を要求する運動に加わることを呼びかけた。彼は、この自由主義的観点に忠実であり続け、長い時を経た後も、それぞれの民族集団は、法律の検知から平等の自治権を認められると、将来のユダヤ人国家に暮らすアラブ市民を尊重した。ヨセフトルンペルドールユダヤ人部隊従軍事第一次、世界大戦中、彼は、パレスチナを統治するオスマン帝国に、 ユダヤ人軍隊を創設し、イギリス側について対抗するという着想を持っていた。1915年、彼は、日露戦争に従軍した赤湾の軍人、ヨセフトルンペルドールと共に、オスマン帝国により、パレスチナから亡命を余儀なくされ、エジプトに落ち着いていた数百人の、主に、ロシア系のユダヤ人からなる、ユダヤ人軍隊のシオンラバ隊、シオンミュール公を立ち上げた。部隊は、 ガリポリの戦いで目覚ましい働きをした。ジャボチンスキーは、ユダヤ人部隊を立ち上げ、イギリス陸軍の一部隊として、パレスチナでの戦線に参加させるよう尽力を続けるため、シオンラバ隊を解散し、ロンドンに赴いた。しかし、ジャボチンスキーは、シオンラバ隊としてではなく、トルンペルドールや120人の志願者と共に、ロンドン連の隊の第二十大隊の第十六小隊に従軍する。 1917年、政府は3つのユダヤ人大隊の創設を認め、これがユダヤ人部隊の始まりとなった。ジャボチンスキーは1918年のヨルダン渓谷での軍人としての活躍で勲章を受けた。ジャボチンスキーはロイヤル・フュージリアーズ連隊の将校として1917年にアレンビーリック軍大将と共に従軍した。そしてパレスチナに向かうため、 ヨルダン川を最初に渡った一団を率いていたことで、大英帝国勲章のメンバーの称号を授かる。1919年に、イギリス陸軍を退役したジャボチンスキーは、公然と自衛軍のユダヤ人を養成し、小銃の使い方を学ばせた。1920年のパレスチナ暴動の後、イギリスはアラブ側指導者の養成を受けて、武器を見つけるためシオニズム指導者の事務所やアパートを捜索。 ハイム・バイツマンやジャボチンスキーの家にも調査が入った。ジャボチンスキーの家からは3丁のライフルと2丁のピストル250もの弾薬が発見され、ジャボチンスキーを含む19人が逮捕された。アラブ人を憤慨させた。この暴動のために、シオニスト委員会では調査委員会が設置された。ジャボチンスキーは武器の所持の罪で15年の懲役が課せられた。裁判所はボリシェビズムが シオニストの地に流れていると主張し、皮肉にも強固な反社会主義者であるジャボチンスキーを、明確なボリシェビストの組織と言われるポアレツヨンと同一視して批判した。民衆による氷結の抗議で彼は特赦を受け、アッコ刑務所から解放された。詳細は、中正主義シオニズムを参照紛争の後、ジャボチンスキーはパレスチナ最初の立法議会に当選する。 そして1921年に彼は世界シオニスト機構の行政委員に選ばれる。後者は1923年に機構の議場だったハイム・バイツマンとの意見の相違から辞職することになったが、その後新たな修正主義政党である修正主義者シオニスト連合とその青年部であるベタルを立ち上げる。彼の新政党はトランスヨルダン王国を作ろうとするイギリスの勧めを 受け入れバルフォア宣言での領域を狭めて、ヨルダン川より西側で、ユダヤ人民族共同を作ろうとしていた、シオニスト運動家に対し、これを修正してヨルダン川の両岸にまたがる、大ユダヤ国家の建設を目指すよう要求した。彼の主な目標は、イギリス帝国の助けと援助による、近代的なユダヤ国家の建設だった。彼の哲学は、経済と社会の方針を、 ヨーロッパの中流階級の理想に当てはめた点で、社会主義に向いていた労働主オニストたちとは対比するものだった。親衛的だった彼の理想は、ユダヤ国家は大まかには、イギリス帝国の形式に基づく様式とすべきとしており、彼はその威信が揺らいでいることを嘆いていた。彼を援助する基盤の多くはポーランドにあった。そして彼の行動は、 一周部の発展を促すイギリスの協力を得ることに集中した。他の主なジャボチンスキーへの援助があった地域はラトビアであり、彼のロシアでの熱烈なスピーチはロシア語を話す多くのラトビアのユダヤ人たちに感銘を与えていた。シオニスト会議で演説するジャボチンスキー1930年、ジャボチンスキーは南アフリカを訪れていた時、イギリス植民地消により、 彼がパレスチナに戻ることを許されていないことを知った。彼が創始した運動は一枚岩の実態ではなく、少なくとも三つの派閥に分かれていた。その中でもジャボチンスキーのものは最も中道路線であった。ジャボチンスキーはイギリスの協力に恵まれ、他方民族統一主義的精神を心に持つダビド・ラツエル、アッパー・ヒマヤ、ウリツビ・ビング・リンベルグのような、 パレスチナでの独立運動に的を絞って労働党のイギリス当局と政治的に対決姿勢を持ちアラブ人の攻撃への報復を試みる一団の協力も受けた。1930年代の間、ジャボチンスキーはポーランドのユダヤ人コミュニティの情勢に深く関わっていた。1936年、ジャボチンスキーは、いわゆる避難計画と呼ばれる全てのポーランドのユダヤ人を パレスチナへ逃がす計画を用意した。同年、ジャボチンスキーは、東、ヨーロッパを周遊し、ポーランド外務省ユゼフ・ベック大佐、ハンガリン摂省、ミクローシュ・ホルティと、ルーマニア首相、ゲオルゲ・タタレスクと避難計画について会談した。計画は3つの国すべての承認を得たものの、この計画は、ポーランド内の反ユダヤ主義者に利益を与えるともされ、ポーランドのユダヤ人たちに、 相当な論争を巻き起こした。避難計画がポーランド政府に承認されたという事実は、ユダヤ人が誤った認識を持つと考える人々の賛成をジャボチンスキーが得たとして、特に多くのユダヤ人を引きつけた。ポーランド、ハンガリー、ルーマニアでのユダヤ人避難計画は10年の期間で行われることになっていた。しかし、イギリス政府がそれに異議を唱え、 世界シオニスト機構の議長ハイム・バイツマンが計画を知りけたことで議論は再び壇上に乗ってしまった。2年後の1938年、ジャボチンスキーは演説を行い、ポーランドのユダヤ人は火山の端に生きているとして近い将来、いつかポーランドで血生臭い、ユダヤ人大虐殺の波が押し寄せるだろうと警告した。ジャボチンスキーはヨーロッパのユダヤ人にできるだけ早く、 パレスチナに立たなければならないと警告しに向かった。ジャボチンスキーは皮肉主義と理想主義の入り混じった複雑な個性を持っていた。彼はアラブ人側の反対なしにユダヤの国を復興させることはできないと確信していたがユダヤの国にアラブ市民が家を持つことはできると信じていた。1934年に彼はユダヤ国家の憲法草案を書き、その中で アラブの少数派の平等の地位は、国の公共の生活領域すべてにおいて、ユダヤ人のそれと相違なく、二つのコミュニティは、軍や行政両方の義務を分け合い、権利を享受すると宣言した。さらにジャボチンスキーは、ユダヤ人とアラブ人が平等の権利を享受するため、いずれの内閣、ユダヤ人が首相職であっても、副首相はアラブ人であるべきで、その逆もしかりである。 と表明した。ジャボチンスキーは1940年8月4日、ニューヨークでベタルの運営する武装したユダヤ人の自衛キャンプを訪問中に心臓発作で死去した。彼の意思により、遺体はパレスチナではなくニューヨークのモンテフィオーレ墓地に埋葬された。生前、彼は私はパレスチナの外に埋葬されたいのです。もし、結果として、 ユダヤ政府の国がパレスチナに移送すると指示したのなら、別ですが、と述べていた。イスラエル建国後、ブナイブリスは彼をイスラエルに埋葬し直すことを要望したが、イスラエル首相、ダビド・ベングリオンによって却下された。ベングリオンは1958年5月7日に、テルアビブ地方裁判所の判事で、ブナイブリスの副代表、ヨセフラムに、以下のように書簡を送っている。我が国は、 少女はともかく死者を必要としてはいない。そして我が国に墓姫が増えることを喜ぶイスラエル人を私は過分にして知らない。結局、ベングリオンの後に首相となり、かつてユダヤ軍団に従軍したレビエシコルによって1964年にジャボチンスキーと彼の妻はヘルツルの丘に埋葬が許可された。ニューヨークの彼の元々の墓にはジャボチンスキーの記念碑が残っている。 ゼーブ・ジャボチンスキーの遺産は、イスラエルの政党へ、ルート、ヘレット、1973年に、リクードへ、他の右翼政党と共に合同した、ヘルート民族運動、ヘレット、ザ・ナショナル・ムーブメント、リクードから独立した、マグシメイ・ヘルート、マグシミー・ヘレット、総年層の活動化運動を、そしてベタルによって今日まで受け継がれてきた、アメリカでは、 彼の率いたユダヤ人自衛団は、アフシーやユダヤ防衛機構の形成につながっている。イスラエルでは、他のイスラエルの歴史上の人物と比べても、最も多くの通り、公園、広場などにジャボチンスキーの名前は使われている。また、イスラエルの国に顕著な貢献をした功労者には、ジャボチンスキーメダルが授与される。2008年8月11日。 元イスラエル教育アイユリ・タミルがジャボチンスキーの功績の教育をイスラエルの国家教育カリキュラムから取り除くと発表したジャボチンスキー自身の著作ジャボチンスキーに関する著作 AB アーカイブされたコピー2009年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年6月9日閲覧 http://www.palestinefagts.org コロンススララッッシシュスラッシュピアノフォルテ www.11 シュロール php-hatt http://www.mfa.gov.il スラッシュ mfa スラッシュヒストリースラッシュモダンヒストリーセンテナリーオブシオニズム シオニストリーダーズゼイブ・ジョベティンスキー、HTM ハット・トム・サゲブ、ワン・パラスタ・イン、コンプリート、メトロポリタン・ブックス、1999-P141、イングランド・イズ・ビカミング・コンチネンタルのトロングアゴ・ザ・プレステージ・オブ・ザ・イングリッシュ・ルーラー、オブ・ザ・カラード・コリニッツ・ストゥード・ベリー・ハイ、ヒントズ・アラブス、マラス・ワー・コンシャス・オブ・ヒズ・スーペリオラティ・アンド・ペード、 not unpretestingly, yet completely.The whole scheme of training of the future e a r e h was built on the principle.Carry yourself so that the inferior will feel your unobtainable superiority in every motion.Jobe Tinski, サイテットレーナーエブレムナーザ・ヤン・オール・ロンドン CH, 7 1 9 8 4 h t t p w w w h n e t m s u e d u r e v i e w s s h o w r e v c g i パスイコール20兆8468億6966万5381 h t t p コロンススララッッシュシュフランス j p o s t c o m スラッシュサーブレットスラッシュサテライト。シドイコール1兆1386億2254万 8037&。パゲナメイコール J ポストパーセントにフューパーティコル、パーセントにフプリンター、ハットベニーモーリス。エスレインオブエラー、リビジティット、ザポスト、シオニストクリティーク。 ミドルイーストクオータリーハットヘクト、ベン、パーフィリ、ミラプレス。ファーストプブリッシュと1961、ディスエディション1999、P257、ISBN0 から964万6886から3から8、ハウエバー、シオニストヒーローズサッチアズ、テオドール・ヘルツルハナー・センズ・ワー・リーベリード、アット・マウント、ヘルツル・イーミエルサレム、 ヘルツルイン 1949& センズイン1950ジョベティンスキーモーストポピュラストリートネームインイスラエルワイネットヌズ28ノーベンバー2007ハットハーエリツ11オーガスト2008タミールインフューリーツライティスツバイリムービングジョベティンスキーフロムカリキュラムありがとうございます